くんちゃん、ごめんちゃん3週連続同じ服ですか。はい、石灰ヒノキの剪定ですよね。剪定と目摘みですかね。これは株立ちの石灰ヒノキ、まあ同じような形ですけど、目摘みの意味合いとしては上部がどうしてもやっぱり強くなっていっちゃう、はい、で下の方っていうのはやっぱり弱いんですね、こういう枝がね。なんで特に多分成長が早い木なんで上の方が強くなりやすい、で下がなかなか育っていかないということがあるんで、上のね、目摘みと下の目摘みって若干ちょっと目的が違ってて、ちょっとここはお勉強の話、真面目な話で、はい、で上は、上の剪定は、剪定と目摘みは下を元気につけるために上を抑えるという目的が一つ、強気をくじいて、この弱気を助けるというために上を軽くしてあげるということが一つと、棚をね少しこう作ってあげたい、隙間を空けてあげたいということなんで、上部は力を抑えるということと、棚を作ってあげる、隙間を作ってあげるということですね、はい、で下の目摘みはこういうやつの この懐がないんですよ、なかなか、うん、なんでこういう先端を積んであげて懐から芽を出してあげる、なるほど、ということでちょっと上の目摘みと下の目摘みっていうのはちょっと目的が違うよということで、はい、最終的にこう綺麗にしてですね、少しこう透かして日が入るようにしてあげようかなというふうに思います。じゃあ2つあるんでこっちをやりましょうかね、はい、長いやつは挿し木ができますけど、正面からとりあえず上の方からですねやるのはバチバチバチって切ってちゃったらいいんですけど、本当はこうひっくり返すとここに軸がありますよね、はいはい、軸を切るんでこれでバシャバシャって切ると葉っぱも一緒に切っちゃう可能性があるんで、本当はここひっくり返してこう軸だけをこう切ってあげると、そうすると葉っぱ切れてないんですね、はいはい、きれいに切れる。こういうのもこの裏側からこういうふうにしてあげると、なるほど、葉っぱを切ると色変わっちゃうってことですね。そうですね、これとバーッて言うと葉っぱが 3,4 枚切れちゃいますよね一緒に、はいはい、これやっちゃうと、なんでこうやってここの軸を切ってあげると、なるほど、丁寧にやる場合はそうした方がいいですね。目摘みですとハサミ使わずにもう指でこう引っ張るという感じでこうやってきますんで、こういう感じですね。まずは大方剪定してハサミでですね、はい、最後指でつまんで、細かい目摘みをするという感じですね。じゃあ、うん、ひたすら切る。ひたすら切ると。はい、ひたすら切る。ね、ちなみに、先端の目摘みは、やっぱ高さ止まりますよね。ああ、ただそれもありますね。多分こんな立派な木じゃなくて、みんな挿し木が伸びたようなの持ってると思うんで、はいはいはい。そうですね、こういうやつですよね。うん、小さい。こういうやつですよね。だからこういうのも先端ですよね。ここで目摘みすると、多分これもここで止まりますよね。止まりますよね。っていう。そういうことですね。で、ここを積むことによって、下の方を元気つけてあげると。伸ばしたい人は、ここは切っちゃダメと。そうですね。そのまま伸ばしていってことですね、高さ。ポイントですか、ね。はい。ということで、やるのがいっぱいあるんで、今日。とりあえず、一本仕上げたいと思いますんで、はい、ひたすら切ると。ひたすら切ってもらいます。はい。いうのをやりたいと思います。これ。あ、そうですね。東神フェス。9月の23、24、25。はい。はい。3回目の盆栽フェスが始まります。始まります。はい、やります。はい、蜂も売るし、ビールも売るしと。いや、まだ分かんない。いや、分かんないか。蜂は売ります。蜂は売りますね。今ちょっと今、そうですね。連絡しておきます。はい。前来てもらった時、結構、楽しそうにしていただけてた。そうですよね。で、盆栽まで買っていっちゃってね。やったことないのにね。結構、ノリのいい人でしたよね。コイドビールさんね。やっぱなんか、やっぱね、お客さんと乾杯できるっていうのも、結構楽しかった。そう、ああ、そうですよね。飲みすぎないようにします。ああ、そうですね。この間いただきましたね。お昼にちょっと車運転なんでね、飲めないんですけどね。あ、そうだ。盆栽の話一個。盆栽と鉢植えって、盆栽と鉢植えの違いって何って。よくいろんなワークショップだとか小学生に教えに行ったりするときによくするんですけど、はい、実は盆栽の鉢植えの違いって木じゃなくて鉢なんですね。盆栽はお盆の盆なんで、浅い鉢に植えると、で鉢植えは深い鉢に入れるというんで、鉢植えと盆栽の違いと言われてるんですけど、盆栽に行ってこの鉢植えいくらですかとか言うと怒られます。はい、失礼なんで、盆栽園の人は盆栽と鉢植えって違うんだよっていうことをよく言ってるんで、そこは気をつけないと怒られるし、値段が高く言われるかもしれないんで、これいくらとか言うとね。
で盆栽の盆が今言ったお盆の盆じゃないですか。で盆栽の際って実は土を書きますよね。盆栽の際木じゃないですか。最初に土じゃないですか。最初土がありますよね。木があって下に木があるんですよね。たまに衣って間違えて裁判の際で僕も最初ロゴをそれで間違えたバッジを作った人は私は知ってますけどで土があって木があってそこで裁ってこう断裁の裁切る、はい、裁なんですよ切る、うん、で土があって木があって、それを切るとでまあ点はあのオプションだとしてなんで盆栽ってそういうものなんだよっていうあの字がですよねそういうふうに出来上がってるっていう木と土逆ですよね。あ、まあそれはそうなんですよね。ただまああの位置的にはね、位置的には逆ですけど。すごく気になってたんです。ああ、はい。ただその字の構成としてはね、そういうものから成り立ってるよって。うん、ね、ここでちょっと棚を作りたいんですね、はいはい、隙間をね。ということは、これの上向いてるやつ、うん、この上向いてるやつ、はい、こういうのを切る。もしくは下の方でいらない枝があったら切ると。いうことでここに隙間を開けたいよということですね。ちょっとできるかどうか。こういうところとかも全部こう隙間をね。そうですね。隙間を作っていかなきゃいけないんですね。そうなんですね。今これの上をこう切ってたんですけど、はい、今度こっちの木の下を切ると、うん、こういう木をこういうところを切ってあげるんですね、はい。そうすると余計隙間ができる。この帽子でこうなんかハサミ持って。ええその今の角度になると怪しい。なんか侍みたいな。侍ですか。釣り人じゃないですか。盆栽侍。盆栽侍。じゃ両手にハサミ持って作業すれば、盆栽界の宮本武蔵みたいな。二刀流で。二刀流で。なかなか。盆栽侍。いいですね。そういう。武蔵の生まれ変わり。そういうね、パフォーマンスもいいかもしれない。ああ、そうですね。両方じゃ切れないだろうな、でもな。両方ハサミ持って、片方しか使わない。そう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 。持ってるだけで。はい、ちょっと隙間空きましたわね、この辺ね。そうですね。うん、で、他も同じようにちょっとやっていきたいんで。はい。はい、こういうところはやっぱりこの隙間を見せたいんで、少し思い切って、こういう。切っちゃう。うん、出ないとここ隙間ができないんで。はい、なの切ってもね、これ元に少し残しておけばこういうとこから出てくるんで、はい、そうするとこのね隙間が できましたよね、うん、これね花がね。はい、ということで大体終わりですかね。すごい綺麗になりました。うん、こう揃ったのと棚が少しだいぶできてきたと思うんで、はい、これと比べるとこれがやる前ですね。はい、という強いところ、こういう弱いところですね、はい、こういうところを充実させてあげて棚を作っていくっていうのが上の作業と、下の方は先端を積んでいくところに、枝を出させてあげるということで、全体こうね隙間が出てきてくるとまた あそこにも日が入るし風も通るし、また芽が、奥の深くまで、混んでくると。なるほど。はい、ということですね。これもう、はい、やっぱりあの雑木とかと一緒で、ええ、あの新芽が伸びてある程度固まってから切るみたいな、そうですね、イメージなんです。その方がいいですね。だから時期的にはやっぱり初夏なんですね、うん、そうですね。ちょっとこう伸びたら積んであげると、うん、あとは指の作業でいいと思いますね。こんだけハサミで切り込んだんで、うん、ちょっと先端茶色くなると思うんですけど、これにもすぐ治るん で、はい、であと懐にとかっていうのは茶色くどんどん結構枯れますんで、はい、そういうのは取ってあげた方が風通しも良くなってきました。はい、ということで綺麗になりました。せっかくヒノキは人気もあるし、簡単に育てられると言っていいですよね。そうですね。育てられるし、成長も早いので、あんまりね売ることばっかり考えなくていいと思うんですけど、うん、売ろうと思ったら早く出来上がると。そうですね。相場もなんとなく分かりやすい感じ。そうですね。太いのは高いとか。高いですね。そうですね。あんまり分人とかないですよね。やっぱりそうですね。うん、こういうのはしっかり太く作る。だと思います。おすすめの木ではあるのかな、ええ、そうですね。ということでこれはちょっとお高いので売れないんですけど、こういう木はこれも作って、はいはい、もう少し形よくなりると思うので9月にお出ししたいと思います、はい、1万円以下ですね。1万円以下で、はい、桃園盆栽フェスで、はい、盆栽フェスで買えますので、はい、もうちょっとかっこよく、これもちょっとちっちゃく作りますね、はいはい、ということでお持ちください。はい、というわけで、ありがとうございました。ありがとうございました。
これの盆栽祭りでもたくさん駐車場の方にいい木が安くいっぱい置いてあって、で、Q さんの500円、あ、これ、木永の暇つぶしで喋ってますんで、500円均一だとか、私が作った1000円均一だとか、ありましたよね。はい、赤松のあれもそうなんですよ。赤松のちっちゃいやつもそうだし、バチッと折ったやつもそうだし、同じ人が東北の方の、鉛のある人が売ってるんですよ。たまに来る大工さん、売れ駐車場の方がいいんだよっつって、こっちの方が売れんだよっつって黙ってる人なんですけど、でその人が楓を出してたんですよ。楓で、いい楓あるでいいっつって、で見に行ったんですけど、したらね、前札に楓って書いてたんですよ。楓いい楓はい、要は豆札がなまっちゃってるんですよ。いい楓あるでって言って、それで見たら楓って書いてあったって、で楓って言ってるんだって、もう楓が楓になってるだけじゃなくて、もう楓と意識して言ってるんじゃんかっていう、書いてるってことはね。そうですね。そうで、だからその人は果たしてどの段階で楓が楓になったのか普通我々ってほら楓って言おうと思ってるけど、なまって楓って言ってると思うんだけど楓って言っちゃってるっていうね。そうそうそう、だからその人は多分最初は楓って知ってたんだけど、どこかで頭の中で楓に変わったのか、自分で楓楓って言ってるうちに楓に変わっちゃったのか、ちょっとそこら辺が謎なんですけどね。楓、ね、の話です。これはおまけにつけたね。結構好きで、自分の中で好きな話なんですよね。楓、うん、